いいよ。はい、始まりました。それでは種明かし編をしていきたいと思います。はい、以前のねマジックはもうアップしてるんですけど、その種が分かった方も最後まで見てください。それではアングルを切り替えて種明かしをやっていきたいと思います。どうぞ。はい、それでは種明かしをしていきたいと思います。前回は使ったカードは3を4枚使ったんですけど、こちらの9というカードを仕込んでおきます。別に何の数字でもいいんですけど、こちらを用意して合計5枚を使ってやっていきます。そして山札は全部向きを同じにします。そして山札の上にこちらの3を3枚載せます。表向きにして、そして9も表向きにして載せます。そして3を上から蓋をします。そうすることで種の仕込みはもうこれで完了いたします。はい、そしてまあ相手の人にこうやってもらってですね、はい、止めてもらって裏と表向きにして、この境目からやっていくんですけど、もうこの時点でこうなっています。3が1枚表向きになってるんですね。この時点でもう種がもう仕込まれてるんです。そして1、2、3とやってこうやってるんですけど、こうしていたらこう、なんていうんですかね、表と裏がもうなってる状態になってるんですけど、実はここの1枚だけこの9でカモフラージュして3だけがひっくり返ってるんですね。なのでこうやってくっつけた時にシャッフルしてやった時にこのようにですね、1枚だけこれが出てるんです。そしてこれを置いて山札はもう終了となって、はいはいはいとやると、はいはいはいとこうなるわけですね。はい、数字は別に何でもいいです。同じ数字を4枚と1つ違う数字を用意していただければ何でもできます。はい、結構簡単なマジックです。この名称はカード降臨マジックだ。はい、とまあこんな感じでどうでしょうか。はい、どうだったでしょうか。はい、動画が良ければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。多分マジックはもうこの1本で終わりだと思うんですけど、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。僕のツイッターができました。アットマーク SIDOGW で検索してください。それではツイッターでお待ちしています。バイバイ。